リーグ戦は彼にとって残り9試合、ニック・ファジーカス、今シーズン限りの引退を表明しています。そしてジョーダン・ヒース、続いてジャスティン・マッツ、さらにはアンガス・ブラントというシーズン途中加入のこの2人。藤井からファジーカス、ゴール下ヒースが入ってます。ドンリーのブロックです。後ろから行きました。石川からブラントでした。石川からマッツというのも今日の試合ありました。早いですね。ウィンブッシュのスピードです。ワンハンド、今シーズンのチームキャプテン。ここですよね。このミスマッチ作るのがね、川崎すごく上手なので、この得点ですよね。簡単に決めてきます。さすがですね。はい、迷いがない感じがすごくあるので、それはすごくいいことかなというふうに思います。そして決まってきました、野崎のフローター。うまいですね。ディフェンスをしっかり見て、ファジーカス、石川が倒れているがファールなし。ここでファールです。バスケットカウント。野崎が上がってきて藤井に戻す。残り少ない中、ブザービーター決まりました。よくやりましたね。前半最後はマッツが空いた。そして左のコーナー、三井のスリーだ。栗原、石川、マーシャルが3人キャプテンです。信州ファジーカス止まりません。5本目ファイヤーしてますね。そして藤井ダブルチームで行く。するとアレンが空いた。うまいですね。バスケットカウントエンドワンです。さあここも石川がクリエイトしていきます。うまいですね。マーシャルにいいパスが通りました。そうですね、片手でダンクすると外れるので、はい、両手でダンクいった方がいいですね。栗原スリーポイントきましたね。きた、5本目。素晴らしいですね。1点差です。栗原のスリー来た、ね、6本目。素晴らしいですね。大盛り上がり。いい守備をした後の川崎のオフェンス。ビッグプレーですね。ジョーダン・ヒースです。藤井からヒース、入れば面白いですけど、ノーマークですね。藤井のスリーが来ました。4本目。大きいですね。これはね、ドンリーに出した。来ましたね。ドンリーアタック、まず2点取りました。この後ね、時間が減っていくだけ。川崎が粘った、掴んだ、勝ち取りました。